ちょうちん編。ちょうちんやったことありますか？一応まあメーターの浅田よりはそこそこ、うん、回数にしてどれぐらいやったことあります？回数にしてだと今シーズンはそうですね、まだでも3回ぐらいです。うん、完全ビギナーです。はい、このね、ちょうちんっていう釣りは、はい、結構ね、なんていうんだろう、硬い釣りなんですよ。はい、なんで、霊界のような、ね、長丁場、うん、時間帯が、やる時間帯がね、長ければ長いほど、はい、威力を発揮する釣りなんですよ。じゃあ、まあ、パッと見地味ですけど、じゃあ霊界なんかに、ね、なった時はこの釣りは硬い。そうです、メーターだったら、うん、短時間の勝負にはすごく強いんですよ。爆発力があります。長時間というのはちょっとね、地合い作るまで時間かかるんですよね、はい、若干。ただ一旦地合い作っちゃうと、はい、結構地合い崩れっていうのがしないんで、長丁場には向いてるんです。だから尻上がりの釣りやって思っておけばいいかと思います。浅田の時もやってみたんですけど、うん、まあ地合いもそうですけど、風とか受けちゃうと、うん、結構釣りをするのが難しくなっちゃいますよね。すごい、それいいところに気がついたじゃないですか。まさにその通りですよ。ええ、あの竿と浮きの間に遊びないじゃないですか。はい、なんで、まあ、今ちょっとあまり風ないから分かんないんだけど、はい、風があるとあの竿先からね、浮きまでの間が長すぎると遊んじゃうんですよ、はい、流されちゃって。ただこの提灯釣りっていうのはこの竿先から浮きまでの間に遊びがないじゃないですか、はい、なんでテンションは多少かかるんですけど、それでブレーキをかけられて、かけて流れを止めるっていう方向もできる。流れには強い。だいたい同じ場所に餌を入れることができる。ええ、なかなかセンスいいじゃないですか。その通りです。教えることないんじゃない。細井さんに全部教わってきたんじゃない。さっきメーターやりましたよね。はい、メーター、まあ1メーターなんですよ、うん、それの延長だと思えばいいです。それをこう長くして、そうです、うん、そこまで、ね、あの棚が深くなるんで、そこまで餌を持っていくのに、はい、さっきのメーター用の小さい木だと、はい、指圧がすごく難しくなってくるんで、今浮きをワンサイズ、そうですね、かなり、うん、大きくなりましたね。重り負荷もかなりありますよね。そうです、今調整してみて、ね、ここから2番目ぐらいですかね、黄色ぐらいにしてみたんですけど、これうどんついた状態？今空っぽです。あ、じゃあこれでいいです。これで、はい、うどんつけて大丈夫です。これでうどんつけて、はい、そうするとあの黄色とその上のグリーン一目盛り半ぐらい多分馴染みます。わかりました。浮きの位置って大体提灯で、そうです、あの僕はそうですね、浮き1本分より 1.5 倍離すんですよ。浮きの1本の0.5倍、だからそれぐらいです。ちょうどいいぐらいです。提灯にあの浮きの位置あまり決まりないんで、その辺はぶら下がってるから提灯って。そう深い分さっと大きくつけた方がいいんですか？まあ、あの浮きが動くまでは、うん、そうですね、ちょっと大きめ、親指の頭ぐらいで、うん、それぐらいでいいです。そのぐらいで、で針刺して地元を、はい、キュッて、元をキュッと、はい、それぐらいです。このぐらいで、で基本的に考え方は浅棚と一緒ですから、はい、あの浮きを必ずっていうかに、まあそうですね、必ず餌の重さをかけるように浮きに、ノブさんすごい下の針砂長くないですか？おお、目の付けどころが違いますね、やっぱり。そうなんですよ。あの今井さんのは結構短いですよね。そうですね、さっきあのメーターやってた時と一緒で、メーターやってた時とあの上が7センチ、下が30なんですけど、下が30、その根拠聞いちゃいけないですよね。回数が少ないですもん。
どうすればいいですかね。ね、あの食いしぶりの中のちょっと提灯なんで、はい、時期的に12月、今、あと1月、2月、3月って入るじゃないですか。はい、そのセッティングはあのあからさまにあの好調化を得るセッティングなんで、ええ、ただあの当たれば乗る確率は、ハリスが短ければ短いほど高いんですよ。ただあの打ち始め、はい、打ち始めはあの魚の様子を探りたいのと、魚の触りを出したいのが、あとは魚の当たりを出したい、はい、うん、その3つの要素があるんで、その3つの要素を出すにはやっぱり探っていかなくちゃいけない。そうすると自然とハリスって長くなっちゃう。少し長めの方が、うん、僕だったらですね、この時期だったら、はい、あと10センチ、いや15センチぐらい、15センチぐらい、はい、伸ばした方がいいです。45センチ、45センチ、はい、はい、でスタートしてみます。じゃあちょっと取り替えてみます。触りがあったり、空つんがあったりする分には詰めればいいんです。はい、逆に短いハリスでやって、1時間やっても2時間やっても触りがない場合って、どこまで伸ばしたらいいかって分かんないじゃないですか。はい、なんで、できるだけ長めのハリスからスタートしたんです。15センチ伸ばすと結構長いですね。長いですよね。はい、ただこれがメーターだと振りづらいんですけど、提灯なんで、あ、ハリスが50でも60でも振り込みやすい。提灯のメリット。そうなんです。うん、じゃあこれでやってみます。もう一つ余計なこと言っていいですか？はい。落とし込み、落とし込みって言ったんですけど、はい、ですね、浮きの立つ位置に提灯の場合、はい、浮きから重りまでの遊び、たわみがあるんで、はい、綺麗に浮きの立つ位置に餌を落とすと絡まっちゃうんですよ。あ、くしゃくしゃっとなる。そうそうそう、だからさっきの浅棚の綺麗な落とし込みとは違って、若干浮きの立つ位置に50センチぐらい、そうすると向こうから引っ張られて綺麗に絡まります。絡まりづらい、はい、絡み防止、ワンポイント切るかな。大丈夫、このぐらいで、すごい簡単でしょ。こうですね。そうそう、完璧ですよ。最初はリズムよく自分のリズムでこう餌を打っていくじゃないですか。寄せよう、はい、寄せよう。このうち打ってもやっぱり玄関機渋いんで、はい、浮きの動きって自分の思った通りいかないじゃないですか。それに自分を今度魚に合わせてくるんです。リズムで、ある程度合わせて掴んできたら、今度そのあのヘラブナに合わせたリズムを逆にしちゃうんです。今度ヘラブナをこの僕たちの釣ってるリズムに持ってっちゃうんです。うん、止めろ。早い。結構難しいんですよ、これ。私も早く釣りたいです。大丈夫、やっていきます。正解で勝った。あ、来ました。このハリスの長さがこんな違うんですよ。なんかちょっと入ったじゃないですか、消し込んで。結構ダイレクトに行きましたね。来ますね。ほら、いいな。このね、提灯の魅力もこの引き味なんですよ。びっくりしました。うわー、かっこいいじゃん。そんな長いハリスのうどんでもちゃんと口の中入ってる。おー、じゃあ1号今どうですか、どんな感じですか。あ、ちょっと、なんて言うんでしょう、餌が持たないっていうか、息がしっかり沈まなくなっちゃって。ちなみに、バラケはさっきの、そうですね、あのメーターでやったのはちょっとこうしっかりめにつけてみてるんですけど、まあ確かにそれでもあの、はい、間違いじゃないんですけど、やっぱり限界があるんですよ、メーターの餌なんで、はい、なんであのちょっとそれに粘りを持たせて棚まで持つようにしたいんで、はい、ベストタッチ入れてみましょうか。ベストタッチちょっとね、じゃーん、これベストタッチ。ベストタッチ、ええ、はい、そう
海苔の成分で寝かせてるんですね。海苔、うん、どのぐらい入れればいいの？あ、別格の入れ方なんですけどね、はい、これが元餌ですね、はい、うん、元餌このぐらい小分けにして、小分けにして、うん、小分けにして、んでとりあえず、うん、こんなもんです、はい、量的に。まあこれはあの自分の指圧とかすごい感覚があるんで、はい、これぐらいあれば多分餌持ちよくなると思いますので、あまり一気に入れすぎちゃうと今度開かせる方が難しくなっちゃうんで、寄せる、そう、寄せる力がなくなっちゃうんです。はい、多少これぐらいで、今僕いきなり元餌にこの蓋を足しましたよね、はい、普通だったら手水打つんですけど、もともとこの餌であの糸ずれとかカラツンが出たわけじゃないですか、はい、なんでこの餌自身を手直しするんで手水打たないでベストタッチをすぐ絡めて、絡めて、粘りを、粘りを、餌持ちを強化して、そう、重さを変えずにですね。なるほど、であとはもう自分の 元のタッチに手水をここから調整していくんです。お麩を混ぜてから手水で調整、調整、そうっす、はい、多分これだったら大丈夫と思います。なんか触った感じもやっぱ変わりますね。なんか 指になんかネバネバ感、そうですね、ちょっとペタッとするような感じが、よし、じゃあ、キュウリは結構しっかり入ってくれたかな。おー、じゃあそれベストタッチの効果ですね。しっかり入ってくれて、力強い当たりが出るのを待つだけ、釣れると思いますよ。この釣りも、うん、誘ってみるっていうのはいい、いい釣りなんですか？うん、もう特にこの時期はあのそういうテクニックは大いにあります。ただしね、あの誘いすぎもまた禁物なんですよ。どのぐらい誘えばいいんですか？今ちょうどバラけ抜けた状態ですよね、はい、うどんだけになってるんで、はい、あのうどんって寄せる力ないんでアピール度が少ないんですよ。なんで一回バラけ抜けた時に、はい、竿を手前に、そう、手前にカチッカチッって当たるぐらい、このぐらい、そう、それぐらい、このぐらいで、うん、はい、でそれで触りが復活すれば当たるまで待つんですけど、触りがなかったら、はい、打ち返しちゃう。打ち返す。はい。ダメか。よし、じゃあ打ち返す、うん。そうですね。そのタイミングですね。はい。今度しっかり馴染むけど、あれですよね。触りが減っちゃいましたね。本当だったら、あの弱い多くの触りを出して確実ではっきりした強い当たりを出したいんですよ。はい、僕はちょっとそういう風にしたいんですけど、それでもダメなのかな。僕らは結構いい動きするんですよね、はい、ちょっとこちらがですね、はい、あの寺井さん本舗の新商品の提灯セット専用バラケ、バラケ剥がれけ棚に入ってきっちり開花、提灯のシーンです。提灯のシーン、そうです。パッケージも可愛いですね。なんかちょっと可愛いですよね、はい、でこれ今僕使ってるやつなんで、すごく今いい感じで釣れてるんで、はい、この作り方の説明したいと思います。はい、バラケがですね、お麩の方がすり切り3杯です。3杯、はい、はい、でお水の方が、さあ手順いこう、1杯、はい、で軽くかき混ぜます。これはおしねりしないように掘り起こすような感じですね、はい、熊手で、はい、練らないで、はい、練らないで、はい、ザクッとこんな感じで、簡単ですね、こんな感じです。単品で大丈夫ですね、はい、はい、でこれはですね、あの若干煮と締まるまで多少時間かかるので、はい、だからできれば釣りの準備をする前に最初に餌を作ってもらって、はい、それから
はい、それではですね、2つのバラケの違いをこの水槽の方で実験してみたいと思います。こちらね、今井さんの持ってる方のバラケがパワー系のセット用のバラケ、はい、で今僕がこれ手にしてるのが新しく出ましたセット提灯用のバラケ C です。それではちょっと今井さん一緒に入れてみましょう。はい、よーい、よいしょ、スタート。ご覧になって分かる通りですね、さすがパワー系、もう寄せる力ものすごい強いです。ただこれはメーターの釣りには非常に向いてます。提灯用のこの新しいバラケ、説明書通りブロック状に剥がれてきます。綺麗に落ちてきます。落ちた符が個体となって落ちるので、うどんと同調するのが非常に分かりますよね、このバラケ具合で。パワー系と比べて開きはそんなに派手じゃないんですけど、この状態、この状態ですね、ここから派手にばらけていく。本当にポロポロっていう感じですね。でこれはヘラブナの習性を利用したばらけ方なんですよ。余計な煙幕を出さない、すれあたりが極力減る、ヒット率が増える。あ、ちょっと優しく、いいですね、それがこれ完璧だ。こんな感じで、うん、完璧完璧。完璧じゃん。うわ、でっか、今日一、すごい、やったやった、重いですよ。やったじゃん、やりました。やれば、ね、バッチリ大きいヘラブナ釣れました。お、今日一、今日一、今日一ですね。大きい、ほら、すごい、やりました。田口さんのより大きいですよ。なんだそれ。そうか、負けたのか俺。結局